僕らくじです。ごっくらくらしょー。はい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 。なんだなんだ今日は。うん、競馬。これはね。あれかついに。ついにあれですわ。ボスが、ね、お得意とされてる。そらもだから、うん、あれでしょ。TikTok のアカウントがありまして、はい、僕らくじですね。はいはい、まあ、あの皆さんぜひそちらのフォローお願いしますというところですけど、うん、そこで TikTok ライブをやってな、はい、撮影の合間に、うん、でその時に、はい、まあ、とある、方 Y さんが、はい、まあ、フォローしてくれてて、はい、でコメントくれてな、そうです、ライブ中にね結構くれてましたね。嬉しい嬉しい。ほんでなんかまあどんな企画しましょうかみたいな話をまあうだうだしてる中で、競馬とかもやってみたいなみたいな話してたら、僕競馬得意やとね、どうやら得意やよ、お前さんが、はい、あらそうですかと、うん、ほんなら、はい、あなたにじゃあ一回乗っかって、そうですね、こうてみましょうかみたいな、はい、とてつもないね、こんな、いや、とてつもないですよね。カンモンライブしながら、ね、知らん人に、はい、で委ねるっていう、極楽クーズ資金からなんと10万円。いやいやいや、なんて、いや、なかなかよこれ。しかも単勝でしょ。いやだからそれがだからその結構考えてくれ、三連単とかそんなことするよりも男は一発勝負やみたいなことを言い出して、10万単勝ってだいぶやばいっすよね。で、まあ、レースはねしっかり選んでもらって、そうか、得意、まあこれは来るだろうという硬、うん、いところっていうのをまあ得意と言われてたからな、判断していただいて、はい、まあ、地方競馬から選んでもらったのが、はい、新潟競馬のとある日の第6レース、第6レース、とある馬、とある馬をピュアプラベとか言うみたいですよ、ピュアプラベ、ピュアプラベという馬に一撃10万円、10万円、はい、ほんで7点何倍とか、一応ね、単勝で2番か、馬番が2番で、7.7 倍っていう、まあまあやね、それだから人気としてはその割と可能性あるやつなわけでしょ。4番人気やった、4番人気で10万いってんやけど、その1番人気が 1.1 倍か2倍やったらまあ硬いじゃないですか。そうそう、まあね、せやけどもうだからすごいっすよ、でもこのレースやったらこの4番人気の馬やったら1着取れるっていうのをすごいこうね、そう、Y さんの競馬の経験上あるってことでしょ、はい、でもこれ結構確率としてはそんな悪くないのよね。でも10万当ってるからさ、10万円当たったら77万やばいな、これはこれはやばいね、でかいな。どうします、これ負け費70万増えるわけでしょ、まあもう一発ぐらい競馬、そっから、いや、そうやってみんな開始、そうやってみんな70万別の道に、あの極楽渦がもうどんどん競馬チャンネルになっていくんですよ、そうやってね、それはそれでありか、億万長者でも味しめそうよな、だったらそうなんですね。いや、なんかでもちょっと買ったりする、例えば、まあ、機材なんか、そうですね、なんか極楽渦のアイテムを、極楽アイテムなんか増やしたいですよね。それがもう電動マッサージ機とかちゃいます、ね、これ今こういう状況やからあれやけど、単身インドとか、あ、単身韓国乗り込んで撮影ね、で、あの辛いの、あ、海外チャレンジとかね、本場激辛チャレンジ、ちょ待てよ、お前らアーティストやなんでちょっとレコーディングしようかとか、ありました、なんでそういう発想ならへん、それは全くならないですね、やっぱこのメンバーでは。それもまあ、アマとやりましょうか、アマ音量だけね、ダクヨさん削って、いや、まだ僕ら結果知らないんで、うん、早速、その夢をね見たい見たい、そう、動画の方があるので、はい、動画を見ながら見ましょうよ、じゃあね、はい、極楽クイズ、あー、ドキドキするな、マジか、うわ、ドキドキする、うわ、ええやん、2番やんな、行くで、行きますか、じゃあ行きましょう、え、2番ね、2番、はい、はい、こういう、はい、行きます、こやつやな、どれやろ、どれで再生、あ、これスタートを切っています、パラケタスタートになりました、どれどれ、まず先行争い、13番湘南ダウシが出ていきました、追って12番のデニテバリ、内からは3番カルーナブルガリス、カルーナブルガリス先頭に立っていきました、追っていく12番のデニテバリ、前リードを抜けます、3番手13番湘南ダウシ、その後15番エリークラウン、4番ジュパンスタートが行きました、前の5頭、その後9番のナイロンド、外に17番フラジが行っています、一馬身後方11番のアイラジオネ、14番ブルオイ、中段から行っています、3馬身に開きました、
8番のカットフレーズ、1、2、5番のペアクッキーが続いていきました。中段外、後方の外に7番鈴木アーラが続いていっています。3コーナーカーブ、その後ろから10番のカッチレッドスター。3コーナーカーブ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、ちょっと待って、止まった、ちょっと待って、止まったで、ええ、止まったやん、これ、いや、なんか、じょ、え、徐行、もう、だから、ゴールしたんちゃう、ちょっと待って、ゴールしたんちゃう、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、してるもん、紐切れてるやん、え、ちょっと待って、紐は切れてへんねん、いや、え、ちょっと待って、そんなことある、さっきゴールして、流してんちゃう、え、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってな、今、え、これリハーサル、リハないわ、リハないねん、え、ちょっと待って、体勢どうやってんの、え、ちょっと待って、実況聞けよ、実況、あとはかなり離れました、1番の、そして16番のディレンパートナー、え、これ見る必要あるん、これ、いやいや止まったやん、いや、ちょっと待って待って、え、ピュア、これピュアなんか見てるね、3番ラグナブルガリスが先頭ですが、接近して12番のベニテマリの2頭、これ直線コースに向かいます、この外から追い上げてくる、これこれおらんやん、一回戻って、ちょっと戻ってみ、ちょっと待って、ちょっと待って、どういうこと、どういうこと、ちょっと聞いときましょうか、実況が何て言ってました、8番の加藤フレーズ、内に5番のペアクッキーが続いていきました。中段外、後方の外に7番鈴しなあらが続いていっています。3コーナーカーブ、その後ろから10番のサスレッドスター。3コーナーカーブ、後方に6番の小いまり、あとはかなり離れました、1番のサノバレー、そして16番のディネンパートナー、後方の追走となっています。そして3コーナーで2番のピュアブラベ止まってしまっています。おい、なんでやねん、そんなことある、こうなかなか止まるもん、見ひんや、見たことない、ちょっと待って、そんなことある、いや、こんな、こんな笑いの神降りる、これ、これでもね、僕一番後ろかなと思ってたらね、明らかにこのちっちゃい方でね、ちっちゃい方で、いや、このもうすぐやと思うんですよね、いいとこにいたんや、じゃあ桟橋に焼きました、ええとこおったんや、じゃあもうこの体勢は、この体勢、ほら来た、ほら、あーもう立ってもだる、立ってもだる、この体勢、ほんとおもろい、ほら、いや、いや、とことこやれへん、こんなことあんの、いやね、落馬とかやったら見たことあるけど、ここなんで止まってんの、何、え、確率で言うともう 7.7 倍どころじゃないですよね、この展開は、ね、100倍ぐらい、あの新馬戦かなんかなんですよ、緊張、ね、馬がおかしくなった、そうそう、いわゆるあのもう若い馬が初めて走るみたいな感じやから、たまにこういうね止まっちゃったり、大馬って言って暴走しちゃったり、つまり賭け額言いました、マジか、そう、10万かけたみたいなこと、え、マジ緊張してるってことでしょ、ボケ、正直ね、ボケじゃん、僕は結果知ってた、知っててね、で、戻ってくる思ってたんですよ、こんな状態、いや、それはこんな、だって戦ってないでしょあのね、戻ってきません、うわぁ、えぐい、10万やで、最悪やん、ワイくん10万、いや、ちょっと待って、マジで、こんなことある、なんじゃこれ、これもそれそのまま何もなしですよね、最後まで映らず、やっぱりもうこっからは映らずですね、もう何が一位だったかとはもうどうでもいいもんな、それよりさ、極楽の一発目のこの競馬でさこれどういうことなの、馬止まる、こんなことあるこんなことあるいやけどやっぱ最高のオチやけどね、まあそれは中途半端プラスに考えて、いや分かるけどお前10万やで、シャレならんすね、これお前らはどう責任とるんこれ、いや責任もないもん、Y さん呼べ、 Y さんをほら Y さんを呼べ、 Y さんも一生懸命Y さんもこれちょっとメッセージを送ろうどういうことですか、馬止まりましたそれも Y さんに言うたってシャレないやないか、シャレな、だからピュアプラベに言わな第3コーナー前にとことこやれへんやん、ほんまになんかちょっとね、なんかね、もう一瞬ボケかな、乗馬みたいな、いやそうなんですよこんなんあんねん、やっぱな、ね、別にそのなんか引っかかったとかでもないけど急に走らんくなると、新馬戦はやったらあかん、これはさ、みんなさ、でもなかなか器の大きい YouTuber やったらね10万ぐらいと思うかもしれへんけど、言ってもまだまだ我々やから、そうですよ、ちょっとあの Y さんにもう1レースいや、それはちゃんと Y さん、そうですね、もう名誉もね、そうですね、まあね、これ普通に走ってたら行ってたかもしれんから、行っとんかもしれんね、これはまあ Y さん的にもほんま悲しいオチやん、途中で止まるって言ってんの見ながら
なんでみたいな。そうですね。もう DM 返ってこないかもしれないですね。Y さん、もう一度、もう一レース、すごいな、これ極楽荘 Y さんの挽回のためにね、これですよ、もう一レース10は…お願いします。極楽クイズ、これでもあれやで、リターンマッチってことはもう一回10万やで。うわ、もうやば、いやいや、もうちょっと…いや、そりゃそうよ。でも、ちょっと次は、固く復勝で2倍ぐらいのやつにして、一旦戻すぐらい。そんなん夢ないやん。復唱ね。でもこれ以上のオチが次ね、もう取るしかないですからね。それやったら3連単じゃないの。いや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 、3連単いや、ちょっとこれは俺まだちょっと立ち直れてないわ。いやこれは次のことなんてこう こんなことあるだってないよ。いやいや、ほんま初めてやこれ。でもそういう意味では Y さん持ってるよね。持ってるね。大体さ、こう、あーやるから映像えっていうリアクションある。見直したもんね、うん、朝集まってね、わざわざ実況が止まってしまいました今。なかなか競馬で使わへんことも最悪。まあだから結果馬が止まったということで、はい、取れませんでした。ピュアプラベ、これだからあれよね、いわゆるあの競争中止ってことやもんね。言葉が出ないですよ。思考停止してるから、俺らがまだ。みんな最後まで見たくなければ初めてやな。じゃあもう一回言うよ、まとめるよ。競争中止で10万円はパーということで。で、リターンマッチとしてもう一回、Y さんに。はい。これもう Y さん、今でも最後。当たるまでいきますよ。打診ね。打診しましょう。当たるまで10万いきますから。当たるまで10万めちゃめちゃ元気なくなってるよ。いやいやいや、これは10万やな。いや、そのあのうわ、いけるか、どうやさせさせみたいな展開をね、やっぱり予想したからな。悔しさないもんね。始まってすぐあれあれっていう、どこ行ったっていう。はぁ、あ、ほんまにこれ6連ですか。まあ切り替えていきましょう。はいはい、今回は残念でしたが、次回は取るぞ。極楽でした。極楽最悪やな。最悪止まるかね。